いよいしょ。やー、最近なんか今日寒いな。寒いね。なんか寒いな。寒い。あれ、今なんか通ったね、変なのが。あれ？なんだなんだ？あれ？ちょっと待って、もしかしたら。あれ、俺今どこにいるんだ？あ、すいません。ハイブリッドみたいなのにいるじゃないですか。あれ？確か前回、半年ちょっと前かな、なんか動物園行った時にまた春に来ようって言ってたじゃないですか。それがついに本日、ハイブリッドジャーナル東武動物公園に再びやってきました。来ちゃいましたね。来ちゃいましたね。で、今日は前回言っていたあのレジーナを乗り尽くしていきたいと思います。白滝、おー、だって、おおおおでかい。いや、ちょ、僕よりもメインになってる。しっかり取られちゃった。前回4月に来て、もう野球だけでもね、この東武動物公園に来ましてね、あちらにあるレジーナを乗ってきたいと思います。いや、ちょっと待って、ちょっとあちらに草食動物ちゃんがいる。ちょっと襲いに行ってきます。では、瞳が可愛い。下すごい。うわぁ、うおっか、可愛い。本当だ、本当だ、かわいい。かわいい。まだ7歳だって。7歳。7歳。確かに足短いね。なんか巻き棒みたいな感じだね。いい匂いするじゃない。かわいい。ちょっとサクレちゃんだって。こんなに割り込まなくても。見てほら、みんな、なんか餌を待ってる感じ。餌だね。すごいね。見た目に反して結構こんなに低い声出る。見た目なんか高そう。すげえ。サクレ。あんなでかい紙みたいな足みたいな。カバーとか。甲羅も硬そうだね、本当に。確かに足が太いね。ちゃんとゆっくり動いてますね。でも相当な筋肉あるんだろうな、あれ。うわー、すごいなー。ヤギの群れ、こんなに。確かにおじいちゃんな感じするもんね。ヒゲも長い。これちっちゃい。ああ、なんだこのガタガタする音は。え？まさかこれは学生の頃に何度も通ったレジーナじゃないですか。来たね、レジーナね。やってまいりましたね。いつ中止になったんだっけ。2019年ってことは今2023年。4年間、4年間止まっていた待望のレジーナアトラクションでございますね。来たー。テンション上がっちゃうね。やっぱ綺麗だよね、見た目が。なんかやっぱこういうのなかったもんね、なかなか。ああいう黄色の、だってレジーナのなんだ、象徴かなんかの女の子の画像があるけど、あそこに。画像。あいつはセーラームーンに見えてくるし。ね、あれレジーナの妖精だったんだって思うよね。これ初めて見た。こんなんなかったよね。ないないや。いやー、なんかおしゃれチックになって。なんかちょっと可愛らしくなったよね。ちょっと可愛らしくなったね。この木星ね。レジーナは何がすごいって、全部木でできているっていうジェットコースターなんで。木星の、何よりも、ね、ジェットコースター。これから乗っていきたいと思います。うわ、来た。まずどうする？普通に乗る？レジーナの裏側ですね。こんなんだったっけ？うわー、この入り口覚えてます僕は。おー、緊張しますね、なんか久しぶりです。ガタガタ言ってる。このガタガタ言ってる音が怖いんだよね。カワセミないもんね、これ。カワセミない。ぶっ壊れんじゃねえかって思うぐらいの。このガタガタ音がまたスリルあってたまんないんだよね。怖いね。いや、いいね。この待ってる感じがたまらない。いいね。たまらないね。楽しみでございます。いや、高いね。埼玉ね、一望できますよ、みんな。はい、行きましょう。ああ、地上37メートルかな。
頼むよレジーナ、発見して。やっぱ楽しかったね。楽しかったね、やっぱなんかうわすげえ嬉しいっていう気持ちはそんななかったけど、まあまあリニューアルっていう感じだから。そうだね、乗ったことはもちもとあるからさ。だけどやっぱり再会したって感じで、当時のその怖さは引き継いでたよ、ちゃんと学生時代を思い出したのに。次はちょっとね、この空中ヘリコプターっていうか空中ヘリコプターなんだ、空中ブランコをね乗りたいと思います。ちょっと揺られてくるんで、ちょっと行ってきますね。行ってきますね。この女の子があれか、なんかアニメキャラみたいな。そう、レジーナって女神って意味だしよ。あ、そう、それはイタリア語でしょ。あ、そうなんだ。まだ3月18で1ヶ月しか経ってないから。すげえ、最新の状態で乗ったのか。まあ、有言実行です。怖いね。誰も乗ってないとね。誰か乗ってよ。確かに無人になってる。一番後ろに乗ってる。一番後ろ乗ってる。あ、本当だ、お客様が乗っておりました。ちゃんと止まるんだ。ギャラクシーなんとかってあれ、ここで止まったの初めてかもしれないな。恥がある。怖いな。結構きつくない？まあ結構きついね。筋トレしてる気分だ。どこで向かってる？これはどこに行こう。味行かなければいいんじゃない。いいですね。ここが海上レストランか。バラティエ、ワンピースのサンジがここで働いてるんじゃないかな。すごい、本当なんだ。なわけ。なんかアヒルとかいればいいなと思ったけど、いないね、誰も。落ちれないね。鯉もいないね。落ちれないね。清水公園じゃないね。いや、清水公園、こんな色だっけ。こんな汚かったよ。マジで絶対落ちたくない。だから嫌だった俺。あれもそうだよ、あれもそれやん。皆さん、鳥がたくさんいるって微妙にいますよ。もう着いちゃう。もう着いちゃう。さあ、目指せ花田シティ。誰もいねえや。こっちに言うたんでしょ。やばい、これ緊急時です、皆さん。反対側の、なんていうの、乗り場についてるけど、誰もいません。僕らの船が追突します。誰もいない。まあ、これただハンドル切ってくれ。 ってくれ。U ターンしよう。ただ端は行かない。なんでもう切れない、これ以上切れない。あの人さ、マジ皆さん緊急。いやすごいです、皆さん。フォーデンのアップ見すぎた。今ね、ちょうどこのカードにはまっちゃってね、抜けられませんよと。誰も助けに動きません。でも大丈夫、このオレンジのこいつを使って脱出しよう。さあ行くぞ。こっちに切ってもさ、でも一回漕いで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 、さあ どっちに回せばいいの。誰も来ない。そう、そっち側じゃ行きましょう。行けないよ。行けない。もう、あ、来た来た来た、ちょっと来た。ちょっとじゃあ結構強めに回して。もうすごい近いこれ。あ、皆さんハンドルちゃんと切ってるのに。ちょっとそこのね、アクセルもちゃんと踏んでるのに切れないね。これ何が怖いって、スタッフ誰も助けに来ない。こんなことありますか。心配されてる。すいませんとか言って、僕はもう出らんないです、船から。で、降り場がすぐそこにあるのに誰もいないという。そんなそこ降り場なの。降り場でしょ、だってそこしかないでしょ。それでしょ。あ、これ一回バックしてみない。あ、こっち行けない。バックやってみて。おー、来るじゃん。できるんかい。はい、なんだ。ホーデンが船を救いました。お、頭いいじゃん。止まった。もう一回バックできるんだ。あ、来た。よかった、皆さん復活しました。ちょっと、あと誰も助けてくれない。こんな悲惨なことある。これ、わかんない人わかんないよね。あと、あいつら何してんだろうと思ったんじゃないか。いや、ようやく抜けられました、皆さん。しかも、めっちゃこっち、すごい。え、左、やばい、これ見える。ちょ、すごい。そうそうそう。何喋ってんだろう。すごい。え、すごい、待って、やつ気持ち悪い。やばい、マジ気持ち悪いかもしれない。こんなにヒゲ持てる。ちょっと星の夜が込めてチェリー指先で送る君へのメッセージ。メッセージ、気持ち悪い。やばい、手の動きが今完成ゾーンに入ってたけど。いや、いい船旅でしたね。あ、やってきた。また来ますね。このヘッド
ヘッドロック VR。 これね、カメラをつけて、まあ、実際に VR 体験、恐竜の世界とか氷の世界とか映像をね楽しむアドベンチャーゲームとなっておりますので、ここ東武動物公園に来た人はぜひ来てみるといいと思います。最新の遊び場ですね。こちらゲームセンター、ゲームコーナーですね。いやいいね。もしかして白馬の宝殿、あれおシンデレラ、俺の手を捕まるんだ。誰もいない。はい、皆さん、今回はね、いろんなアトラクション、そしていろんなね遊び場見れたかと思います。今日はこれでおしまいにしたいと思います。これでね、動物園の場所と遊園地の場所を皆様にお届けできたかなと思います。ぜひね、埼玉に来た際にはこういった場所あるんだよっていうのと、東武動物公園って意外と面白いんだなって、木製のジェットコースター乗ってみたいななんて思ってくれたらいいかなと思っております。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。グッバイ。取れねえで言って何なんだよ。